日本九州地方福岡県福岡市西区のこの島。のこの島は福岡県福岡市西区に所属する博多湾の島である。福岡市の中心部から船で10分程度で来られるため、降落地として利用する福岡市民も見られる。福岡県内では油な桜コスモス水泉の花の名所として知られ、これらが咲く時期などは島内が混雑する。 海の中道上空から撮影した写真白く見える雲の真下付近、左奥の島がノコノ島である他に志賀島と玄海島も見える上空から見たノコノ島ノコノ島は博多湾内に位置し南北 3.5km、東西 2km、周囲 12km、面積3.95平方 km ほどの大きさである 島内には山も見られ、三角点が置かれている場所の標高は195.0メートルである。島の西海岸には3億年前の変半霊岩、結晶変岩が見られる。その横には1億年前の河口岩がある。4000万年前の歴岩、四積植血岩からなる残島草も島内で露頭が見られる。 港の防波堤の横には500万年前に噴出したマグマの稼働が残り、含む鉄源部岩は島の各地で見られる。のこの島へは、福岡市の名の浜港から運航されている福岡市営都線を使えば10分程度で来られる場所であり、離島新広報の指定地域ではなく、1970年に市街化調整区域の指定を受け、今日に至っている。なお、 島内には居住者もおり、その世帯約200で、人口は約720人である。のこの島内には中学校までしかない。福岡市立のこの小学校と福岡市立のこの中学校が同じ敷地内に校舎を接して建っており、そこからは九州の名の浜が一望できる。これらの小中学校は福岡市で初の小中一貫校である。 2018年現在は、福岡市教育委員会から指定を受けて、福岡市全域から生徒が通学しており、1クラス15人から20人の少人数教育が行われている。のこの島ののこのの文字には歴史的な変遷が見られる。古くはザン、残、農元、農森、農居のイニシエとも記載された。のこの島が初めて登場する文献は平安遺文であり、 731年頃の、住吉神社の車両を記述した文中に、能森島の名で登場した。また、筑前国属風土記では、神宮皇后が貴重の時、この島に、住吉の神霊を残しとどめて、異国の幸福を祈ったので残の島というとある。巫女、芝系石器群の魔性石器の片葉の斧が見つかり、島北端のなり漁でも、魔性石器の斧が見つかった。 また、島内各地から、国曜石製の多生石器が発見された。島の南東部の高台に位置する、北浦井石や島南部のに、西石では、弥生時代前期末から、中期全容の弥生土器が発見された。島南東部には、箱式石棺墓が現存するものの、出土遺物がないため両墓の建造時期は不明である。島の南側には、7世紀前後の古墳である。 はやた古墳群があり、二基の横穴式石室が現存する。島の中央部にも鬼塚古墳と呼ばれる古墳があったとされるが、1941年の開墾で消滅したとされる。古代の群生で島は沢良群に組み込まれた。奈良時代には島北端の成尾、岬に先森が設置された。万葉集2話という短歌が収載されている。また、 ケンシラギ氏が気候地であった対岸の糸島半島の東白で出港を待つ心情を綴ったという短歌も万葉集に残されている。平安時代中期に編纂された演技式兵部式には島に馬巻があった旨の記述が残されている。島の中心に現存する古土手と呼ばれる土塁以降は馬巻の境界だったと考えられている。島南東の城の裏には 北浦城の遺構が残っている。筑前国属風土記や、沢原郡師では築城者として、山上奥良と、藤原住友の家臣であった伊賀寿太郎の2名を挙げている。のこの島は、中世において、外国勢力による略奪が行われた土地でもある。1 0 1 9年のトイの入港では4月8日から4月11日の3日間に、トイが軍を置き、 沢良軍全体の被害よりも多くの牛や馬が、のこの島から略奪された旨が、昭雨期に記録されている。1281年の公安の役では、島に元の軍隊が上陸した旨が、八幡宮、道里市に記録されている。戦国時代に島は、大友氏の家臣であった、高橋明氏の所領だった。なお、その国高は、25国だった。 近世初頭に島は、残、島の裏として、筑前後が裏に数えられ、海鮮の根拠地の一つとして繁栄した。島南部の白髭神社も、渡積である、住吉大臣を祀っているため、海鮮乗民院の寄進を受けており、1689年に、混流された鳥居には、寄進した海鮮業者の名が残されている。江戸時代には、福岡藩が、 日本地家の狩り場としていた。しかし、日本地家が農産物を荒らすため、対策として1836年に、島の南北を海の中まで分断するような石垣を完成させて、島南側の高地への日本地家の侵入を防いだ。これは、獅子垣と呼ばれ、幅3メートルの溝を掘り、溝の南側に高さ2メートルに土を持って土類を作り、 その土塁の北面に30から50センチメートル台の石を積んだ構造であった。幕末の1853年には、この狩場で、スターリングのイギリス東洋艦隊の提督が、鹿狩りに興じた。島南部には、一機の上り釜が現存している。これは、のこのヤきという、伊万里小形の染付時期と、鷹取小形の陶器を焼いた釜である。 この釜は筑前国族風土記によると1764年から1781年まで期間のみ創業したとされる。のこの焼きとしては唯一の原存物とされる花瓶がこの釜に隣接するのこの博物館で保存、展示されている。1861年には福岡藩によって異国船対策の台場が設置された。明治一新以降ののこの島は 江戸時代のような海鮮、すなわち海運業は廃れた。明治維新後、しばらくの間、島での主要産業は沿岸漁業と棚田を利用した農業であった。ただし、農業では柑橘類の栽培が目立つように変化していった。島内には、佐原郡のこの村という村が置かれたものの、1941年10月15日に福岡市へ九州合併された。 島内の人口は、1950年代に記録した、約1500人を、極大地として、徐々に減少してきた。作家の段和夫が晩年を過ごした島でもあり、その娘の段文の著書、父の縁側、私の書斎には、島内での和夫の生活が記述された。段和夫が読んだ最後の句である、もがりブエイク夜もがらせ花にあわんが記された、文学費が混流された。 なお、毎年5月の第3日曜日に段数をし飲んで、花、愛気が営まれてきた。のこの島アイランドパークからの眺め。滋賀島と海の中道が望める。のこの島キャンプ村海水浴場福岡市 A 都線が、名の浜と線上とのこの島の間で運行している。フラワーの子。のこの旅客待合所前の風景島内の道路。のこの島の中心集落内、中央部。 東岸部などに自動車通行可能な道路は整備されているものの、島内の道路の幅は限られている。なお、島内に信号機はない。島内では1988年7月25日から西鉄バスのあたごはま自動車営業所が運行を担当している路線バスが夜間を除いて、おおむねおおむね1時間に1本運行されている。このバス路線は、 島の中心集落の西端部に位置する龍の宮とアイランドパークとを結び途中で都線上を経由する。ただし都線上発着の便もある。また多脚機などは都線上とアイランドパークと間に臨時便が運行される場合がある。島内に植えられた川の夏大大の果樹。のこの島の農業は甘夏みかんとニューサマーオレンジといった柑橘類の栽培が 比較的盛んである。また、漁業も営まれており、漁協も置かれている。さらに、九州側から渡ってくる観光客を対象にした観光業も営まれている。のこの島の特産品が販売されているのこの市。貝割れ大根を、のこの、21世紀初頭の日本で一般的に販売されている貝割れ大根は水耕栽培されたものが多い。 そのような中で海砂で栽培されたものは、ノコノ島の一部で作られてきた。また、落花生を発芽させた、芽吹きピーナッツを考案し、特許を取得した。ノコノ島、サイダー残りいたノコノ島の周辺と漁獲された魚介類や、ノコノ島で収穫された柑橘類を利用した料理や加工品としては、例えば以下のものがある。先森が置かれた関係で、 のこの島のアイランドパーク内に狼縁台が復元された。なお、原稿に関連して、明治末期に島の南部でこの頃に死んだと見られる人物の骨が多数出土した。このため、猛虎塚が作られ、原稿の犠牲者の供養がされた。ただし、のこの島にいた日本自家は、1945年頃に全滅した。こののこの焼きと呼ばれる陶磁器を焼いたのり窯は、 福岡市が、史跡に指定した。島面積平成25年全国、都道府県市区町村別面積町国土地理院、井上製造博多郷土市地点足書簿 P175、吉富秀俊、市、のこの島最終の御子柴型関府、のこの島ハット ABC 親勝都市、福岡市のこの島の考古資料、福岡市立歴史資料館研究報告第8集、 福岡市立歴史資料館1984年、AB 福岡市教育委員会、福岡市埋蔵文化財調査報告書、第354週、のこの島、のこの島遺跡発掘事前総合調査報告書1993年、高田茂弘氏、筑前後が、裏海線、高田茂弘氏、のこの島の歴史、のこの島。ありがとうございます。